日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートのまるで生ハムのような味わいスモークサーモンと、まあ、そこまで言うならね、お母さん食の生ハムを食べ比べてみたいと思います。まるで生ハムのような味わい、本当にそうなのかな。本当に生ハム食べ比べてそれを確かめてみたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。塩気が強くて、塩気があって美味しかったです。やっぱり生ハムの薄く、モンサゴは分厚いのでね、その辺の食感の差がありますよね。なので、生ハムのような味わいで言われると、自分は違うかなと思います。それぞれの良さがあっていいのですが、生ハムのようだと張り合う必要はないと思いますので、その上で、ちょっと生ハムの方は、ちゃんと薄めであっさりと食べることができて美味しかったですね。で、それはスモークサーモンはちょっと厚みがあって、まあ、サーモンだからなのかもしれない、ご飯とかそういうのが欲しくなるような、そんな味がしちゃう。で、塩気はどちらも同じぐらいあってしたね。なので、まあ、張り合う必要はないじゃんということで、どちらもこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エブシュー。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。